童養護施設にカルピスを寄付してみた。こんにちは、100円娯楽でーす。前回の握手会のプレゼントで合計300本のカルピスをいただいたんですが、寄付の許可をプレゼントをしてくれた方々にいただきまして、そしてコメント欄で児童養護施設という子供たちが元気に暮らしている施設があることを知ったので、今日は子供たちにカルピスを寄付していこうと思います。これかな。社会福祉法人豊橋平安寮様にお邪魔します。こんにちは、すみません、ご連絡させていただきました100円娯楽というものでございます。はい、すみません、ありがとうございます。アポ取り2軒目、豊橋豊学園さんにやってまいりました。こんにちは。あ、ふすき？みんなで飲んでね。ありがとうございました。また何か、ございました。たくさん飲んでね。ということで、ありがとうと言ってくださいましたが、プレゼントしたのは視聴者の皆さんなので、寄付の許可をくれたファンの皆様、本当にありがとうございましたと、カルピス寄付を実行した今日この頃でした。喜んでくれてよかったです。僕用のカルピスもしっかり取ってありますので、僕もね、美味しくカルピスをたくさん飲ませていただきますので、皆さんプレゼント本当にありがとうございました。